魅力というかこれしかないんでね、俺これなくなったら何にもないんで、これしかできない。林投手です。18年手彫りの職人やってます。父親がヤクザやってるんで、もう周りがもう全部手彫りの入れ墨まみれだったんで、小さい頃から結構自然、父親が自分の師匠に入れてもらってたんで、それについて師匠の家に行って、師匠ともやっぱ距離が近かったんで、結構自然に教えてくださいっていう感じになったんですかね。竹はもう山に取りに行って、自分で竹選んで切って帰るんで、でバーナーで炙って蒸し抜きってですけど、茶色になるまでバーナーで炙って、それから1、2年置いて乾かすんですよ。それから割って作っていくんで、だいたい仕事の30分1時間前ぐらいからすり出して、炭をなんかはまあ家で作るんですけど、だいたい毎日針は作ってます。ボディスーツとかですかね。日本はペースが違うんで、海外でも一人ボディスーツやってる人いるんですけど、その人も10年、1年に1回会って、1ヶ月なら1ヶ月毎日続いて、また来年会って2週間前。やっぱ自分との戦いなんですよね。3時間、5時間ぐらいついて、こんぐらいしか進まないの、全身っていうとすごいな、気が長くなるんで、途中で心が折れる時があるんですよ。すごい心が折れて2年ぐらい来なくなったり、それでも仕上げに仕上げに我慢我慢、もう耐えれないのか。まあその耐えれなくなったところからがやっぱり入れ墨なんですけどね。もう耐えれないのか。まあその耐えれなくなったところからがやっぱり入れ墨なんですけどね。